はいどうもパンピーです、今ねこの一般人がね、今日さっきね魔法戦士になったんだね。でさっき最初の一戦やって経験値がね2184です。でこれで今日一日ね丸々レベル稼ぎやって、何レベルまで上げられるかねちょっと挑戦してみたいと思います。じゃあね結果は、今日の夜にでもまた、撮影したいと思います。じゃあそれではねどんどん敵を倒していきましょう。多分ね最初はきついけど大体ね持ち物が結構ねこの匂い袋がいっぱいあるんでこれどんどん使っていきます。出てきたね。多分ね生き残るかどうかが問題なんだよね。最後まで生きるかどうかが一番問題。このレベル稼ぎ目的の一般人が死んじゃうとね戦いに勝ってもあんまり意味がなくなるんで、なんとか一般人だけは生き残ってほしい。結構ね最初のうちはレベル上がるからねこれもうバンバン上がってきますね。途中から上がんなくなるけど、はい、じゃあこういう感じでどんどんね、夜まで倒していきたいと思います。じゃあそれでは一回カメラ止めます。あれがもったいないんで、メモリー、これとはいどうもパンピーです。あれからね一日倒しまくって、なんとかねレベルちょっとね切り替えておきますか。ちょっとねあれなんですよ、育成枠はねこれにしてあるんですよね。まあ一応バラモスとかね、メガモンスターを倒すときはね、ちょっと、弱いまんまではね、倒せないんで、切り替えてね、強いやつでやってました。で、まあ、弱い、このね、一般人のね、魔法戦士をね、1日でどれぐらい上げられるかっていうのにね、ちょっと挑戦してみたんですが、結果はね、こういう感じになってます。ちょっとね、見てみましょう。あ、もう見えてますがね。まず27レベルですね。さて経験値はどれぐらいね1日で稼げたんでしょうか。ですね、あ経験値出てますね。10100000何十万、439269ですね。というわけで、これがねまあでもあんまりねガチでどんどんずっとやり続けたっていうか、回復、あれだね、回復が現れたり、現れなかったりしたときに一応ね、できる範囲で頑張った結果が一応これぐらいということです。まあね、課金してる人はもうちょっと、多分ね、武器とかでどんどん敵を倒せるんで、もうちょっと、ね、いっぱい稼げると思いますが、無課金の俺ではね、これぐらいがまあ精一杯ということでした。ちなみに飯食ってる時とかはまあちょこっとしか戦ってないです。それでは皆さんこれをね参考にしてみてはいかがでしょうか。じゃあまた何回ありましたら会いましょう。バイバイ。